2024年2月27日、宮城野部屋の師匠代行に元小結友の花の玉垣親方が内定していることが分かりました。宮城野部屋は元横綱白鵬の宮城野親方が師匠を務めていましたが、部屋の幕内力士北青鵬が起こした暴力事件に関して隠蔽工作、調査妨害などをしていたことが分かり、師匠としての素養が不足していると判断されたことがきっかけの処置です。師匠としての権利を剥奪された白鵬の新しい仕事は、なんと売店の店員であるという驚きの情報まで出てきました。ファンの関心度が高いこの事件、相撲界に影響が出てくるのはこれからだと感じます。本動画では、現在までに出たニュースと、それに伴うファンの意見を要約してまとめています。勝手ながら、当チャンネルの動画にいただいたコメントも使わせていただきました。様々な考え方を見ていただき、大相撲のこれからを考えていただければ幸いです。北青鵬事件。まず、ここまでの流れをまとめます。2024年2月宮城野部屋の関取、北青鵬が兄弟弟子 8B に対して、暴行、いじめ、窃盗などを行っていたことが発覚。内容は、睾丸を平手で打つ、ガスバーナー状の炎を相手の皮膚に近づける、などが発表されています。耳を塞ぎたくなるような内容ですが、元関脇の高藤力は、これすら公表できるレベルのものを選んだのであり、実際には性暴行を含めた、さらにひどい被害があったのだと、自身の YouTube チャンネルで述べました。8B は師匠の白鵬に窮状を訴えたのですが、白鵬は見て見ぬふりをするばかり。北青鵬の蛮行は1年半にわたり続きます。やがてそれがマスコミに知れることになり、協会のコンプライアンス委員会が調査に入ると、白鵬は当初、北青鵬の暴行を知らなかったと事実を隠蔽。ばかりか、被害力士への聞き取りの場で、自らのシンパであるテレビ局関係者に同席を頼みました。これにより事実がねじ曲げられる可能性があったものの、白鵬にその意図があったと、コンプライアンス委員会は確信ができなかったようです。これらの妨害工作が問題視され、白鵬に対する罰は重いものになっていきます。暴力事件を力士が起こした場合、加害力士本人は引退になるのが通例です。北青鵬も引退になりました。その師匠は監督責任を問われますが、失礼なら降格や減給で済みます。しかし、白鵬は余計な工作をしたばかりに、協会の逆鱗に触れました。宮城の部屋を統率する権利を剥奪、一門の他の親方に、無期限で預けることになってしまいました。この報道にファンはこんな意見を述べています。相撲協会も人気商売だから、現役の頃は不祥事を連発しても、強い横綱には厳しく対応できなかったのだと思う。その鬱憤が今回で爆発した感じがする。今回で反省して、相撲界での生き方を見直さないといけないけど、現役中の振る舞いを見ると難しいんじゃない？白鵬は優勝45回をはじめ、前人未到の記録を打ち立てた一方、大相撲野球賭博事件、鷹の岩暴行事件への関与など、数々の不祥事を起こしました。現役中、正式な処分だけで3度を数えています。しかし、注意や減給程度の軽いものばかり、現役時代に協会の対応が甘かったのが、今回の事件の原因という意見も多くありました。白鵬が相撲協会理事長を目指していたことは、もはや定説であり、それを裏付ける動きが見られています。ある記事によれば、白鵬は師匠を降ろされ、部屋付き親方になるのは、かえって好都合だと、ほくそ笑んでいるといいます。この内容は信憑性自体が怪しいのですが、それはともかく、一つの部屋の師匠を全うできなかった身で、日本相撲協会のトップに立つ。そんなことがあり得るのでしょうか。代行は、先生。続いて、宮城野部屋の師匠代行に、大島部屋所属の玉垣親方が内定したというニュースです。玉垣親方は59歳、現役時代は友の花、技巧派の小兵力士でした。これに関しても匿名掲示板に、たくさんのコメントが寄せられていました。成松先生、現役の頃は応援していました。かなり高齢で力士になったのに、小結まで上がっていましたね。成松というのは玉垣親方の本名です。日大相撲部で部長を務め、大会でも実績を上げていたのですが、結婚し、安定した家庭を築くためにプロ入りは断念。保健体育の教師として中学で教鞭を取りつつ、アマチュア相撲を続けること数年。日大の後輩で、自分よりも体の小さい舞の海が、大相撲で関取として活躍している姿に触発され、安定した教職を捨てて、27歳で大相撲入りした異色の経歴の持ち主です。若鷹ブームの最中のデビューであり、先生の愛称で呼ばれました。かつての人気者だけに、ファンもネットで好意的な反応をしています。経歴、年齢、どれをとっても妥当、間垣親方の大先輩でもあり、これ以上ない人選。定年間際になって初師匠とは、大仕事ですね。炎鵬や気泡、技巧派としてもっとうまくしてやってほしい。この人選はかなり好評な様子。ところが元関脇の早手海は、このニュースが出ると SNS に、こんなメッセージを送ります。優しい大学の大先輩、私が膝の靭帯断裂から復帰した場所で対戦した時は、悪い足を10回ほど蹴り上げてくれた優しい大先輩。事実だとすると、かなり厳しい先生だとわかります。早速宮城野部屋に参加状の指示を出しました。1、春場所終了時点まで外出は自粛。2、外食も禁止。3、高齢者との交流も禁止。さらに恒例となっている千秋楽パーティーも中止にするそうです。これに関して玉垣親方は、厳しいかもしれないが状況は深刻、宮城野部屋にとって試練の時です。宮城野部屋がない状態として指導するように言われている。仮に再発があった場合、部屋守騎士たちも会うと言明を下す理由をそう説明しました。これに対しファンの反応は、部屋守騎士は被害者なのに自由を奪われてかわいそう、厳しくする意味がわからないという反応と、マスコミが張り付いているからいつ写真を撮られるかわからない、落ち度があれば部屋が潰される、非常事態だから仕方がないという反応に分かれています。また宮城野部屋がない状態というワードから宮城野部屋の取り潰しという事態が連想されており、白鵬は二度と師匠には戻れない、宮城野部屋の力士は複数の部屋に分散して引き取られるのではないかなど、穏やかならざる推測が飛び交っています。間垣親方と鳥取城北。宮城野部屋の部屋付き親方である元幕内石浦の間垣親方が、宮城野部屋の師匠代行として認められなかったという報道です。玉垣親方が師匠代行になったのは、当初代行候補と見られていた間垣親方が6月に国技館での断髪式を予定しており、まだ曲げがついているという理由で師匠として認められなかったといいます。しかし曲げがついたまま師匠になった例は過去にあり、それが本当の理由ではないようです。隠された本当の理由に関してファンもネット上で様々な意見を交わしています。石浦って白鵬の内弟子でしょ。新師匠にしたところで白鵬の言いなりに決まっている。認められないのは当然でしょ。石浦って部屋付き親方だから暴行を知らないわけがない。止めなかった人間が師匠になれるわけがない。石浦は現役時代、稽古場で幕下力士と殴り合う事件を起こしている。先代親方はそれを協会に報告したから、原報と見籍だけで済んだ。先代の教えが生かされていない。石浦は2020年の1月、稽古中に同じ部屋の幕下力士にダメ押しをされたことに腹を立てて膝蹴りをするという事件を起こしています。2人は殴り合いになり、白鵬が割って入って止めました。白鵬も良いところはたくさんあるのです。しかし自分が師匠になった時、それを生かせず被害力士2人を救おうとしなかったのが非常に残念です。この他にも白鵬が暴行の場に立ち会った有名な事件がもう一つあります。2017年に起きた日馬富士による鷹の岩暴行事件。この事件はモンゴル出身力士の親睦会のような集まりで起こったものであり、出席者は当然モンゴル人ばかりでしたが、なぜか日本人の石浦が参加していました。あの事件は未だに謎が多く、一体なぜ石浦がいたのか分かりません。ただ当時から白鵬と石浦が極めて近しい関係にいたのは事実のようです。だからこそ師匠代行に選ばれなかったのではという意見が多く見られました。石浦に絡むキーワードがもう一つあります。鳥取城北高校です。石浦の父親は鳥取城北高校相撲部の総監督で、同校の校長であり理事長でもあります。力士育成の手腕は確かで、卒業生である琴美月、鷹の岩、一之丞、石浦、白鵬鵬ら多数の関取、そして横綱照ノ富士の基礎を作りました。しかし同時に北青鵬も卒業生であり、在校中から素行に問題があったという情報も出ています。琴美月、鷹の岩、一之丞も不祥事で各界を追われています。なので鳥取城北の教育方針に疑問を呈する声もありました。しかし照ノ富士は大関から序二段に落ち、そこから横綱に這い上がった稀に見る心の強さの持ち主。伯桜鵬はプレゼントした財布を北青鵬に破壊され、悩んでいる被害力士に同じ財布を再びプレゼントしたという男気あふれるエピソードが伝わっています。他の出身関取もたくさんいますが、大きなスキャンダルは聞きません。結局個人の資質ということです。むしろ問題なのは、白鵬は石浦の父親とのコネクションを当てにし、鳥取城北斗のパイプ役として息子の石浦に年寄り間垣を襲名させ、部屋付け親方として手元に残したんじゃないですか。という声です。記事の中にも、白鵬は鳥取城北から宮城の部屋への入門というルートを築き上げていた。すでにモンゴル人留学生や白鵬杯の優勝者がこの先も続々と入門する予定だったとあります。鳥取城北から素質のある力士を多く入門させれば、宮城野部屋は関取を大量生産でき、相撲界において絶大な力を持つに至ります。それは白鵬の最終目標と言われる理事長就任にもつながってゆくはずだったのです。関取を引退した力士の中には年寄り株を取得して親方になる者もいます。白鵬の弟子をたくさん関取にし親方にすれば、親方が選挙権を持つ理事選において圧倒的有利になるのです。このような計画を白鵬が本当に持っていたのかはともかく、間垣親方こと石浦が宮城野部屋の師匠代行を務めるのはさまざまな問題や懸念があり、相撲協会から許可が下りなかったようです。販売員白鵬、師匠としての仕事を失った白鵬ですが、今後は何をするのでしょうか。これに関して驚きの情報が上がってきました。本場所中に会場の売店で販売を任され、そこから再出発となる可能性があるというのです。販売員売り子さんということになります。これにはファンも唖然としたようで、この屈辱に白鵬は耐えられるのか。懲罰的な意味でやらせるなら、全国の販売に携わる人にあまりに失礼じゃないか、などの声が上がっていました。しかしこの仕事は懲罰的な意味とは断定できないようです。現在売店で主任を務める清見方親方は元関脇の栃煌山、他に友綱親方こと元関脇の改正など、若手の親方が直接接客をすることにより、ファンサービスと売上向上を狙う意味があるそうです。元横綱の伊勢ヶ浜親方と柴田山親方も2人でビスケットを売っていましたし、ファンは喜ぶよ。伊勢ヶ浜親方は元旭富士、現在相撲界最大勢力の伊勢ヶ浜部屋を率いる名伯楽。柴田山親方は元大野国スイーツ親方としてお菓子を売るには適任ですね。記事には、宮城の親方が売店に立てばファンは喜び、売り上げアップは間違いない、親方の番付再開から地道に頑張るしかなさそうだと書いてあり、白鵬とイベントで会ったことがあるけど、ファンサービスがいいから向いているんじゃない、接客から何か学んで出直すのもいいんじゃないかな。衝撃的な見出しに反し、肯定的な意見が目立ちました。もしこの処置が実行されるとして白鵬がどう受け止めるかですが、現在白鵬がどのような精神状態か不明です。宮城野部屋前で北青鵬と揃って頭を下げて以来、数日間は公共の場で発言をしていません。白鵬は幼い時からモンゴル相撲の大横綱、モンゴル初のオリンピックメダリストの息子として誇りを持って育ちました。力士となってからも他の追随を許さない成績を挙げています。彼の自伝を他の横綱たちのそれと読み比べても、極めて高いプライドを感じます。新人親方たちと同じ仕事をさせられることにどんな思いを抱くのか、察するのが難しいです。また北青鵬と白鵬に対する処置の決定により、一応事件は解決したのですが、白鵬がなぜ北青鵬の非行を黙認し続けたか、なぜ事実を隠蔽し続けたかなど、腑に落ちない部分もまだまだ多いです。不特定多数のファンと接するのは、それらが解明され白鵬に後ろ暗い部分がなくなってからの方が混乱は避けられるかもしれません。余談ですが、この記事では北青鵬のことを令和の北尾という二つ名で呼んでいます。北尾とは1980年代に活躍した力士、2メートル近い長身を生かし60代横綱に上り詰めた二羽黒のことです。しかし彼も素行が悪く、有り余る素質を生かせないまま不祥事で廃業してしまいました。重なる部分が多いため、北青鵬に令和の北尾というあだ名をつけたのだと思います。ファンの書き込みに、北尾の北、朝青龍の青、白鵬の鵬、三横綱を合わせたしこ名が北西方とあり、私は縄体を表すのだなと妙に感心したのですが、調べたところ北海道の北モンゴルの青空の青、白鵬の鵬がしこ名の由来としては正しいそうです。北西方の過去本動画で扱う最後の記事になります。白鵬同様にファンサービスは良かったと言われる北西方、しかし鳥取城北高校時代からすでに裏の顔があったことが書かれています。中学と高校で相撲部の後輩だった男性によれば、サボり魔として有名だった大相撲時代とは異なり、部活では稽古を熱心に行っていたそうです。しかしそこは今回の事件の片鱗が見えるものでした。後輩の男性は真夜中にマッサージを強要されたり、些細な理由で暴力を振るわれたり、ガスガンで撃たれたり、手の甲に低温やけどをするほどコールドスプレーを吹きつけられたこともあったそうです。1,000円、2,000円といった少額を何度も借り、それを返してくれず、ついに通帳を空にされてしまったため、親に気づかれ学校に相談をすると、北西方は返してくれはしたものの逆恨みされたとあります。また相撲部でたびたび金品がなくなるので、部員でお金を出し合って監視カメラを設置したところ、怪しい現場が映っていたそうですが、本人が否定したため野放しになってしまったようです。マスコミが鳥取城北高校にこれらの告発の真偽を尋ねたものの、期限までに回答はなかったとのこと。この記事に対するファンの声は、石浦監督は校長になどならず相撲に専念すべきだった。埼玉栄高校相撲部の山田監督は生徒一人一人に教育している。それが今の相撲界での成績の差になっている。埼玉栄高校の相撲部からの卒業生は24年3月場所の関取だけでも大関貴景勝、大関琴ノ若、関脇大栄翔、平幕は王鵬翔猿剣翔豪の山をはじめ、幕内十両合わせて14人という凄まじい勢力になっています。鳥取城北は強くて学校の名を挙げてくれるのなら、やんちゃには目をつむる伝統があった。スキャンダルが多いのはそのせいかも。この手の書き込みは散見されました。事実かは分かりませんが、北西方が学校の名に泥を塗ってしまったのは間違いありません。相撲部屋は昔不良少年の更生施設として重用されていた。悪ガキも猛稽古でコテンパンにされれば身の程を知っておとなしくなった。今回は失敗したようだ。学校の運動部の問題、いつになったら変わるんだろう。盗難や暴力があって顧問や学校がスルーしていたとしたら、とてもじゃないけど子供を通わせられない。健全な肉体に健全な魂は宿るといったものですが、実際はどうなんでしょう。白鵬の耳に学生時代の悪行は届いていたはず。それを知って入門させたのだから、白鵬の大失態、責任を取って引退しないのが理解できない。白鵬には日本人に認められたいという根源的な願望があると彼の専属トレーナーの著書にあるのですが、彼には鷹の岩暴行事件のことやこの事件での隠蔽工作など黒い霧に包まれた部分が多すぎます。事実を明らかにしなければ、現役時代の成績を偉大な横綱であることを素直に認めてくれる日本人は減るばかりだと思います。まとめ、北西方事件とその影響に関して2月28日までの情報をまとめてみました。ただでさえ入門者の減少を憂いている大相撲、この事件はそれに拍車をかける可能性があり、新弟子検査を受ける予定を再考したいと問い合わせがあったという報道も見られました。この事件は先に告げた通りはっきりしない部分が多く、うやむやに終わらせず問題点を改めることが今後の大相撲発展の鍵になると思われます。また今回は挑戦的新企画としてネットの声や皆さんのコメントを取り入れてみました。いかがだったでしょうか。不評でなければ動画の内容に合わせて続けてみたいと思います。今回の動画は以上になります。皆さんは白鵬や北西方、今回の報道に関してどんな感想を持たれたでしょうか。コメント欄にご意見いただけると嬉しいです。制作予告、コンベイの中にいる白鵬ですが、十数年前は理想の横綱、善の白鵬と呼ばれていました。それがなぜこうなってしまったのか、先代の師匠が当時書いた自伝を読み返すと片鱗を見つけることができます。親方、相撲界が強くなれば何でも許されるんですとね。先代が諌めたはずの考えが災いとなって今、先代師匠が明かす白鵬の素顔。ご興味のある方は公開の際通知が行きますようチャンネル登録の後ベルマークをオンにしていただけるようお願いいたします。なお、内容を変更したり他の動画を先にアップする場合もありますのでご了承ください。この度はご視聴ありがとうございました。